はい、どうも、おは、こんにち、こんばんは。今回の動画なんですけど、その前に、今日は、動画を、まあ、8から9ぐらい流したいなという感じで考えております。で、今回の動画がですね、4回目ですかね。はい。まあ、昨日含めて、まあ、4回目だと思います。でね、まだまだ、動画流す予定ですのでね、まあ、よろしければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いしたいと思います。でですね、まあ、今回の、セイントセイヤのイベントなんです。イベントっていうか、ガチャなんですけど、こちらの方がですね、まあ今回は4体いるということでですね。まあ1月の頭のガチャとかですね。まあ2体だけだったんですけど、まあ今回のガチャはですね。まあ4体いるということですね。まあ確率もね、まあ2倍、1月より当たる確率が2倍になるということですね。まあ今回は、やった方がいいと思います。でですね、まあ今回はですね、ガチャのですね、まあ、もう当たる確率、まあ当たる確率っていうんですかね、まあ公表されていますんでね、まあそちらを紹介したいと思います。でですね、まずこちらの、右上のですね、ガチャ情報を押したいと思います。で、ヘルプという、文字が出てきます。で、こちらの方をずーっと、まあ、下の方へ行きますとですね、下の方へ行きますとね、もうちょっとかな？はい。出てきました。まあ、今回はですね、星、青八が、3% で、あと省略しますけどね、まあ、確率はですね、まあ、このような状態になっております。でですね、まあ、星8のね、まあ、究極進化がですね、まあ、これだけいますよっていうことでですね、まあ、書いてあります。で、実際にね、まあ、これ数えてたらね、まあ、日が暮れはしないですけどね、まあ、時間のね、まあ、都合上ね、まあ、数えました。まあ、数えたところ、全部で63体います。まあ、ちょっとね、まあ、数違ってたらごめんなさい。でですね、まあ、今回はですね、その中に、今回はですね、3倍ということでですね、まあ、今回対象が4体ということなんで、まあ、こちらに8体加えるとですね、まあ、ちょっと、まあ、数学っていうか算数的な、ことになってしまうんですけど、71体になります。でですね、まあ、そのね、71体の中にね、今回、セイントセイヤが、まあね、3倍ということで、4×3 のね、まあ、12体ということになります。でですからね、12÷71 は 16.9。まあ、16.9 だとね、まあ、ちょっとややこしいのですね、まあ、四捨五入してですね、まあ、17% としましょう。でね、この厄介なのがですね、こちらがですね、こちらが 3% ですね。で、3% になってますのでね、この 17%× 3% となるとね、0.5% になります。でですからね、まあ、200回に1回、この青八のセイントセイヤが当たるということになりますね。はい。で、この黄色の、まあ、下に下がりまして、黄色の8です。で、黄色の8もね、まあ、数えたらね、まあ、ちょっとね、まあ、時間の都合上ね、まあ、以前に数えたところ、こちらも同じく、63体います。で、63体に、8体を加えまして、71体になります。でね、セイントセイヤの対象が、12体。で、12体いて、で、全体の71を割ると、
まあ、16.9、まあ、四捨五入してですね、まあ、17%になります。でね、この17%かける、こちらの、22%、22%って書いてありますね。そうすると、3.7% です。でですね、青鉢のその 0.5% と、こちらの、黄色鉢の 3.7% を足しますと、まあ、大体ですけど、4.2%になります。でね、4.2%ということが分かったので、で、こちらのですね、まあ、Ruby の、300を使った場合、6プラス1回になりますのでね、この 4.2% かける7%で、まあ、29%になりますね。で、ですからね、まあ、3回か4回やっていただければ、まあ、1個当たるというね、まあ、だいたい Ruby で言ったらですね、まあ、運が良ければ、まあ、平均ですけどね、まあ、一番いいのが、まあ、1回であれば、当たれば、まあ、ね、いいに越したことないんですけど、まあ、平均としまして、900から1200ルビーを使えば、まあ、1体当たるという計算になります。で、ですからね、もしこれ4体を集めようとなりますとね、まあ、大体ですけど、まあ、1200かける、まあ、4回ということですね。まあ、ルビーを5000ルビー。まあ、ルビーを5000ルビー使えば、まあ、全部揃うんじゃないんかなという。まあ、これはね、まあ、全部確率論ですからね。まあ、全部が全部そういうことにはならないんでね。まあ、一つの、まあ、なんていうんですか、まあ、知識ということでね。まあ、僕の計算が合ってるか間違ってるかは、まあ、ちょっとまあ、問題あるかもしれませんけど、まあ、3回か4回やれば、1体当たるということです。でですね、で、今の自分はですね、こちらのチームでですね、こちらのフィルターの、こちらのスペシャルの、まあ、青鉢が1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあ、これはいいんですけど、全部集めるとですね、こちらのレナードの赤鉢ですね。赤鉢を、全部集めたらですね、その分こちらも必要となってきますんでね。まあ、いろいろとね、まあ、その赤レナの数、まあ、と、そう、数と相談しながらやってみるといいと思います。で、今はですね、1、2、3、4、5体、5体しか持ってません。でですね、今回、こちらのパズルの、まあ、イベントなんですけど、今日朝一で全部クリア、あの、まあ、朝一で全部、まあ、一枚目クリアしました。でですね、こちらのジェミニサガ。このジェミニサガっていうのを、まあね、まあ、進化っていうかね、まあ、こちらを育てたいと思いますんでね、まあ、こちらのメインステージにですね、まあ、失礼しました。メインステージじゃございませんでした。メインステージじゃないです。こちらガチャですね。ガチャの方にですね、乗っては、今、ちょっとですね、ちょっとこちらギガがなくてですね、まあ、確か、まあ、いません。はい。結果論、いませんです。はい。いません。あとはね、まあ自分で確認していただければなと思います。ということでですね、まあ僕はね、今ね、まあ Ruby を一生懸命貯めてる最中ですんでね、まあね、まあ人それぞれ、まあ今回ガチャ引くのもいいですし、後で取っとくのもいいですし、まあね、2月の後半のね、まあイベントもしこれあるんじゃないかなっていうのをね、1月31日にね、まあ流してありますんでね、まあこちらをぜひ参考にして、
いただきたいと思います。でですね、まあ、毎回、まあ、最初言いましたけどね、まあ、今日は、目標を、まあ、8から9ぐらい YouTube 流したいなと思います。で、今回は4回目です。ですんでね、もしよろしければ、チャンネル登録の方、お願いしたいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみにね。じゃあね、バイバイ。